今日の日付は2月の20日2018年です。ライトボディアクティベーション58日目のライブ録音です。まず、呼吸ですが、いつものように可能な限り長く、深く、ゆっくりと360度バルーン状に、風船状に膨らむように心をかけてください。特に背面ですね。ハートの背面、もうその胴体全体のその背面をがこう、広がるように意識をして呼吸を続けてくださいと。で、ポスチャーは両膝と尾骨をつなげた三角形の底辺の真ん中から柱を立てたときに、その延長線上のところに額が当たるぐらい体をやや前向きに倒した方がエネルギー的に集約されます。そしてその時に背骨はまっすぐ、頭がこうと上にこう引っ張られている状態で、腰の周辺はあまり緊張せず、もう肉体的にはもう体を可能な限りリラックスさせて緊張を解いて力を落とした状態で見てください。で、反応ですが、肉体的な反応ですね、皮膚感覚もしくは体内の感覚もしくは体の周りの感覚とかいろんな反応がありますが、反応は可能な限りスルーしてください。特に重たい反応、痛い反応、きつい系のものは反応が起きたら体を縮めない、緊張させない、逆に体を開く、伸ばす、手放す、もう反応そのものにリアクションしない、遠く意識をこうぐーっと下げて遠くに持っていって、遠いところから自分の肉体で起きている反応を達観的に話してみて、観察するっていうか、話して体感そのものが動いていく、通り過ぎていくのを眺めてください。そこに深く入り込んで、より体感する必要はないです。この可能な限りする、手放す。ポジ、逆に気持ちがいい系のものですね。気持ちがいい、温かい、軽くて気持ちいい、安心できるとか、暑いとか、そういう類のものはそこに入っていっても構わない。それ以外のものは可能な限りスルーしてください。で、感情的な反応も同じです。感情的なエネルギーが上がってくるときに、無感情的な反応ですね。肉体が作る感情的な反応が出てきますが、それも可能な限りスルーしてください。で、スルーしにくいときは、呼吸に意識を合わせるなり、まあ、リラックス感にのリの意識を合わせるなり、気持ちのいいところに意識を合わせるなりして、とにかくもう通り過ぎる。それだけですかね。ということで、もうすでに始まってますが、下半身ですね。腰の背面で少しずつクリアリーの感覚が強いよ、ゆっくりゆっくり上がってくると思います。そしてとりあえず肩、右の肩のところは可能な限りリラックスほどいてください。で、一応肩の周辺、鎖骨の並び、胸椎、脊髄です、これですよね。で、肩の周辺、首の周辺、これをちょっと動かしてみて、今自分のその硬さというか状態を把握して、で、認識したらもう理想的に体にも状態に戻すと。頭の上の方でもゆっくりゆっくりとクリアリングの感覚が起きていくと思います。で、ハートの背面、いやいや下の方ですね。でも、クリアリングの感覚が多く出てくると思います。とにかく気にしない。可能な限りリラックス。で、呼吸は長く、深く、ゆっくりと。
頃の前面ですね。少し触れていただきます。よくすめとは、あの、やくて、こう、はい。度広がるよう。急に意識を当てていく。ちょっと回線の様子調子悪いですが、もう切れちゃったらそのまま見ずに続けてください。切れたところでやってますので、こちらの、まあ、50分近くまではやりますので、もし切れたら多分私もう回線の問題なので、これで気にせずにそのまま約40分ほど召しされてくださいと、とりあえずは続けます。ハートのところですね、可能な限りリラックスしてください。ちょっと気管支のところが居心地が悪い方いるかもしれないですね。可能な限り気にしない。で、こう咳をしたい感じ、もしくはなんかこう吐き出す、咳して吐き出したい感じはもう出しちゃった方がいいですね。で、腰の背面、まだクリアリングがより続いていくと思います。で、下腹の周辺もクリアリングは始まると思います。で、背面の外側で温かい感じが出てくると思います。もう可能な限り感じてください。首の上部に違和感が出てくるかもしれない。ちょっと痛い感じ。でも可能な限り力を抜いて、反応が通り過ぎる、通り抜けるのを遠くで眺めてください。で、首の両側は可能な限りリラックス。で、呼吸は360度バルーン状に広がるように意識をしてください。横隔膜のやや上の方でもクリアリングの反応が始まるかもしれません。で、口の奥の上の方ですね、上部の方ですね、なんとなく気持ちが悪いというか、なんか詰まってる感じがする方は、顎をやや上向きに上げて、頭の中の老廃物がこう降りてきやすいように。おててマークですね、左手で握り拳を作って、親指を立って、親指は立てなくていいみたいですね。ただ握り拳を作って、その上に右手を手のひらを下向きにしておいて、T の字型ですね。T の字型にして、位置的には横隔膜の横の、ところに、左の、握り拳が置いてあるぐらいの高さでいいです。で、しばらくその状態でいてください。で、可能な限り呼吸に意識を当ててください。頭のてっぺんの方でもクリアリングの気持ちいい感、涼しい感覚が始まるかもしれないです。なんかリラックス。右の、額の右上ですね。ちょっと痛い感覚出てくるかもしれませんが、もう気にしない。スルーしてください。
ね、鼻が詰まり気味な方は特に、まあ、もう気持ちは顎も上げ、気持ちもうちょっと上げたまま、だから中に長くする状態を保ってください。で呼吸ですね。肺は360度膨らむように。目の周辺の反応がこう変わり始めるかもしれないです。まあ、気にしない。で肺の裏側、肺のってハートの裏側、ハートの、まあ、ハートの全体的に360度の中でリラックス。ハートの周辺ですね、ちょっと軽い動機のような、クリアリング反応も出てますが、軽いこう、こうドッキン、ドッキンみたいな感じで出てくるかもしれませんが、もう慣れてください。もう、徹底的にもう離れて、気にしない、通り過ごさせてください。で、背面。ハートの裏側のやや上、右上がぐらいですね。可能な限りちょっと伸ばしてみるなり、リラックスさせてみるなりしてください。顎の周辺でもクリアリングの感覚がより出てくると思います。で頭の中心部ですね、少し重たい、ぐーっと締まるような感じが始まるかもしれないです。でも気にしない。ハートのところはより内側から外側に広がるように。で、
頭の頭部上の方ですね、可能な限りリラックス、気にしない。で、体の縦の軸ですね。縦の光のパイプをイメージして、なんか縦にちゃんと揃っている感じ。360度シンメトリーを意識し続けてください。ハートと鎖骨の間、ちょっと上の方ですね、ちょっと違和感、もしくは詰まってる方からする方は、可能な限りリラックス。そこがこう、360度広がるようなイメージを続けてください。まだお手手の反応、お手手のポジション変わってもね、しばらくその状態でいてください。で、頭の周辺、頭の中と周辺、いろんな感覚があると思いますが、まあ、気持ちのいい感覚に合わせていた方がいいかもしれませんね。頭の縦の上の方で縦型になんとなくこう反応が薄いかもしれませんが、反応が起きるかもしれないです。で、胴体の側面、側面ですね。外側っていうんですかね。あばらの下側面っていうんですかね。でも反応、クリアリング反応が起きるかもしれないです。でも気持ちがいい、クリーンで、冷たい感じのところは、もうそこにどんどん入っていっても構いません。で、腰回りは可能、腰回りも可能な限りリラックス。で、胸骨上部のやや右側ですね、可能な限りリラックス。で、首筋右側背面もリラックス。右の歯の下の方ですね、いや真ん中辺ですが、反応起きるかもしれない。軽い歯が一応軽く痛くなるような感じで起きるかもしれないです。あの中に無視、スルーしてください。まあ、頭の頭部でまた軽いクリアリングの反応が始まるかもしれないです。
頭が真っ白になっちゃう系の方、これも人によりますが、意識が遠くなっちゃった場合は、まあ、気にしない、そのまま遠くなっちゃって構いません。戻ってくるときに戻ってきます。なので、あんまりこう、しがみつかない。そのままもうふーっと、多次元旅行に行かれて戻ってきてくださいと。あんま気にしない。で、録音はしてある、聞けるところは、まあ、再生して聞いてくださいと。で、目の周辺の反応も気にしない。で、顎はやや上向きに、肩の力は落としたまま。で、下半身の気持ちがいい感じはもうそのままリラックス、委ねちゃう。伸びたまま、力をこう、どん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 抜いていく。特に、腰、背面、右側ですね。右側の臀部の上っていうんですかね。よく痛くなりやすくなるところがありますが、そこを可能な限りリラックス。いや、顎はやや上向きに。で、頭の気持ちのいいところにフォーカス合わせて、そこにこう入っていっても構わないです。お手手マーク消えましたね。リラックスさせて、膝の上に、手のひらは上向き、膝の上、もしくは手のひら上向きで、親指と人差し指で輪っかを作り、手首を、側面を骨盤の盛り上がってるところですね、外側のところに接続しておいても、どっちでも構いません。膝の上でも骨盤の盛り上がりの上のところに手首を突きつけても、どっちでも構いません。可能な限りリラックス。で、お腹の中部から下腹部ですね、下の方がよりクリアリングの感覚が強くなるかもしれないです。また足首からふくらはぎの周辺でも反応が起きるかもしれません。ちょっとまた痒いところが出てくるかもしれませんね。胴体、腰の側面とか痒いところが出てくるかもしれませんが、まあ、可能な限りスルーしてください。右耳の中で違和感始まるかもしれませんが、もう気にしない。反応が動いて通り抜けていくの、通り過ぎていくのはもう、た
感してスルーしてください。頭の中心部に向けて気持ちいい感覚がこうゆっくりゆっくり降りてくる感じが始まるかもしれないです。で特に頭の中心部は表現しにくいですね。リラックスも何もないっていうんですが、なんかこう緊張せずにこう委ねちゃう、コントロールしないとか緊張ほどき続けるっていうんですかね。とにかくまっすぐにイメージして力を抜いて手放した状態、それでキューッとこうエネルギー的に気持ちがいいの、まあ、バリエーション違いますが気持ちがいいのがキューッと降りてきた時にそこにこうずーっと入っていく感じで、その入ってくるものをよりリアルにこうつく、なんていうのね、追跡する感じっていうんですかね。まあ、とにかくリラックスして、まあ、気持ちがいい感覚によりこうチューニング的な感じですかね。で左耳でも軽い反応が起きるかもしれません。まあ、お尻の肛門の周辺でもクリアリングの反応が始まるかもしれないです。で鼻の上部ですね、違和感もしくはこう詰まってる感じ、重たい感じがする方は、まあ、可能がスルーする、顎は上や上向きに、でゆっくりゆっくり降りてくる感じがこううざいかもしれませんが、可能の限りスルーする、式にしない。で背骨もリラックス、ハートのところは360度広がる感じ。
ハートの背面でも気持ちいい、カンクリアリングちょっと強めの感覚が出てくるかもしれないです。で、特に後ろ側がにこう伸びる、膨らむ感じ。時々感が上がっても気にしない。スルーしてください。ハートのところもリラックス。よりなんか爪のクリアリングの感覚が強くなっていくかもしれないです。胸全体、特にハートの周辺ですね、360度リラックス。背中側ですね、特に背面リラックス、気持ちがいいのを追いかけても構いません。で、首の周辺、ハートの上から首の周辺、頭蓋の周辺、可能な限りリラックスしてください。
ちょっと耳鳴りが変わってくるかもしれませんが、気にしない。で胸の前面ですね、ちょっと苦しい方は可能な限りリラックス。ちょっと胸の前の方でこう圧迫、軽い圧迫感の方がある方ですね。とにかくこう広、ゆっくり広げて力をこう、抜きながら広げるっていうんですかね。で、可能な限り、こうゆっくり外側にゆっくりもう可能、広げられるだけ広げ、ゆっくり広げてください。一気に広げない。ゆっくり広げ続ける。耳鳴りに意識を当て続けた方が通り過ごしやすい方はそれでも構いません。耳鳴りのあれこれ種類にもよりますが、場合によってはこう耳鳴りに合わせてエネルギーの強さとか期待することもあるので、それでもいいですと。でもだいぶ整ってきてますね。もうちょっとな感じですが、あと5分、あと2、3分かもしれませんが、背骨の近辺、ハートの周辺から背骨上下ですね、可能な限りリラックス。首の上部背面、可能な限りリラックス。あばらの周辺でもクリアリングの気持ちいい感じがよりリアルに大きくなっていくかもしれないです。
呼吸は深く、ひどく、だいぶいい感じですね。ですね、まだ動いているのでエネルギー的にクリアリングは続くかもしれませんが、可能な限りこの状態を維持できるような生活をお勧めしますと、まあ、あんまりガチャガチャことしてしたとこ仕事しない、そういう場所に行かない、そういう人に会わないというか、もう可能な限りピースフルな状態を可能な限りの長く維持するのをお勧めしますと。で、全体的にも上半身も首の周辺、頭の中までかなり動き入っていっているので、まあ、より首の周辺、下腹部周辺に、まあ、集約がされるのではないかなという思いますが、まあ、とりあえず進んでみれば分かります、分かるでしょうということで。ですね、もう反応がこう薄くなってる方はいいんですね。気にしなくてもいいと思います。で、まだ反応が、こう反応が強く出てくる場合、まあ何度も何度も再生聞かれるか、もしくは、まあ個人セッション的に調整ということもあるのが可能ですので、まあお問い合わせください。ということで、また明日。